噂の新入り君ね。あなた魔王の国へ行ったことがあるんですって。私最近まであのお城でグウェンドリンというお姫様の付き人をしていたのよ。あの人だ。よかった、生きていたんだ。いやあ、元気になったんだね。バレンタイン王の話は聞いたよ。昔はそれはいい王様だったのに、魔法のコインを作られた頃から変わられてしまったんだ。数もわからないコインを集めるなんてできるのかな。勇気にもいろいろあるわ。必要なのは星草の中から針を探す類の勇気。あなたは一人ではないわ。何か必要なもの。きっとあるぜ。がっぽりコインをいただいていこう。あった。動くなよ、ウサ耳。その耳、そぎ落としてやろうか。皮を剥いで襟巻きをこしらえるのがいい。よさ。ここはプーカの土地だ。出て行け、ゴブリン。何を言ってやがる。俺らの土地だ。同じバレンタインの人間として権利はあるぜ。いい加減なこと。本当よ。心が横島なプーカがだんだんとゴブリンになっていったの。でもわからないわ、どうしてこんなことを。コインは感謝の言葉とともに送られなければ魔法は現れない。奪ったコインでは願いは叶わないのに。そんなことは知ってるさ。俺らの王がお作りになったお金だからな。こりゃそのバレンタイン王のご命令よ。バレンタイン王だと。俺たちはこんなものに用はねえ。だがお前らだけ元の姿に戻るのを許す気もねえ。王様の言うように炎の国の溶岩へコインを投げ捨てりゃあんたらの泣き面を拝めるって寸法よ。待て、大丈夫ですか、メリルさん。ダメよ。コインを失ったら二度と元の姿には。Yeah!
やすくして。
参りました。おいら効果なんて持ってないよ。本当だよ、これじゃないで。その証拠他にご注文はございますか？ありがとうございました。Let's go.
世の邪魔ばかりするゴブリンどもめ、大口を叩いてしくじりおったな。お前は王なんだろう。どうして国民を苦しめる真似ばかりするのだ。世の恋をどうしようと世の自由だろうね。よかろう、昔話を教えてやる。その昔、強大な力を持つ心優しい王がいた。民の幸せのために持てる力を皆の手にする恋へと託した。だがその結果はどうだ。栄えるどころか裏切り者の手によって国は滅んでしまったわ。世は自分の王を食べる蛇のように国を呪った凶王と言われておる。お前が結晶炉を操り国を滅ぼしたのではないのか。今となってはどうでもよい。王の良き心は魔力とともに金貨に溶け去ったのよ。このコインを溶岩に溶かせば世の魔力が元に戻るはずであったのに。ゴブリンどもめ、いやそれは大目に見よう。世は寛大だ。まだこの手には希望がある。たったの卵一つだが侮るな。大陸の古い予言にもあろう、これが全てを食らうという蛇の卵。我が国の予言ではその蛇、いや竜の名をレバンタンという。竜の卵。ワグナーが言っていた卵を盗んだというのはお前なのか。世界を滅ぼす世の憤怒、世の頂上なる力の残りを譲り渡そう。全てをお前の凶悪な未来に託すぞ。生まれるのだレバンタン、お前の力を見せてみろ。Hey!
せいか冥界の魔石その光の前に我が魔力は萎縮してしまう。お主何者だ。私はタイタニアの王子コルネリウス。エドマンドの小せがれだと。なるほど。お前がなぜタイタニアの剣など手に入れたのか解せなかったが、それならあやつが父殺しの剣をお前に渡したのも納得がいく。父殺しだと。息子に語れる話ではなかろう。父親のガロン王を殺し王冠を継いだなどと。父上がそのような罪を犯すはずはない。大地、祖父は国が魔獣に襲われた時に亡くなったと。だが父上はこの剣を見て怯えていた。私に剣を託したあの恐ろしい声、私をコルネリウスと知っていた。まさかあれが私の祖父だとでも言うのか。ガロンは冥界の牢で泣いておったら、愛する国民をむさぼり食った挙句にその剣で息子に命を絶たれてはな。祖父王が亡くなり魔獣から国を救った父が王位を継いだと聞いている。その祖父が魔獣だと言いたいのか。バカな。タイタニア王家に代々伝わる秘術とやらで化け物になったのよ。圧倒的な世の軍勢と戦うためにガロンは決断したのだ。歴戦の将兵が蟻塚のように崩され我らは追い払われた。だが狂うてはしようがない。その後化け物は7日7番タイタニアで暴れ続けた。それを父が打ち倒したというのか。国を救うために。エドマンドに感謝するがいい。あの男がそれでもなお秘術の用意があると言い出さねば、その後のタイタニアは容易に蹂躙できたであろうからな。父上はそれでああも固くなだったのか。この地響きの知らせ、まずいな。炎の王オニキスに出てこられては面倒だ。待て、どこに行く。煉獄の炎の中よ。さらばだ。おそらくは終焉のその時まで。ちゃんと全部ありましたわ。そっか、本当によかった。コルネリウス君、ありがとう。代表して礼を言わせてもらうよ。コインがなくなって困るのは私も同じです。君はタイタニアから来たと言ったね。ジョーカーがあの様子ではしばらく故郷に戻らない方がいい。え？知らないのかい？ジョーカーにドラゴンが現れたことを。ドラゴンだって。何でも娘を選んでは生贄にしているそうだよ。タイタニア王もなすすべなく国中がピリピリしている。あの父が無慈悲に生贄を。